もういいお時間ですか。それではよろしくお願いします。皆様はじめまして、ブレイカーザー TV と申します。お邪魔いたします。よろしくお願いいたします。今年もありがとうございました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 。では行きます。最後の次の曲で最後にさせていただきます。本当にありがとうございました。本当に皆さん、こんなにありがとうございます。来年もよろしくお願いします。それでは自由に楽しんでいただいて、赤丸という歌を。またタバコを始めたのさ、夜に煙が溶けてゆく、寂しさに似ている街だね。でもあの頃とはもう違う。夜になったら君に会いに行くから、どうか支度を済ませてほしいなんてね、なんてメイクをしほどに君に恋に落ちてゆく。悲しいほどに僕は恋に落ちてゆく。 Oh baby、 Oh oh ありがとうございます。はいよ。でも俺もお父さんに会えると思わなかったね。改めまして、皆様こんばんは。ブレイカーザ TV と申します。よろしくお願いいたします。違う、これはもう今日はね、皆さんの そっちの温度に合わせるとちょっと持ってかれるんで、僕はもう冷静に行きたいんですね。いやいや、素晴らしいと思います。これ、いや逆に俺の方もウェーとか言ったら多分皆さんが今日引いちゃうんで、皆さんの上に、お、受け止めよ。そしたら、何ですか。まあちょっと、やめてください。キャラに合ってないから。ちょっとじゃあ、ちょっとこう僕は皆さんのウェーを受け止める感じで行きたいと思います。のんべえっていう歌がありまして、そんな歌を。まあ、誰か増えてきました、今。あ、ほんとありがとうございます。ありがとうございます。でも嬉しいですね、ちょっと。大丈夫ですよ、そんながっつり聞かなくても。メインしといてもらえると。明日から俺らは離れ離れ、それはお互いの夢を追うためだから、寂しいなんて口が裂けても言わない。だからきっと夢が叶ったら二人で飲もうね。あんなことがあったなって語り合いながら、そんな日が来るために今日も
だからお前も頑張れよ。二人で飲もうね、こんなことがあったなって語り合いながら、そんな日が来るために今日も俺は頑張るよ。だからお前も頑張れよ。約束だぞ、俺は諦めねえから。どん兵衛という方でございました。お願いします。かわいい。今日それでいくから。ちょっと皆さん、生音だと聞きにくいですかね。そんなことはない。せっかく伊藤さん用意していただいたんですけど。いやでもマイクの方がいいんだよ、なんだかんだ。何もしないです、別に。すいません、何もしないです。では、改めまして、毎回挨拶していこうと思います。皆さん、ブレイカーズ TV でございます。よろしくお願いいたします。違うことでしょ。ポップなやつを。ちょっと待って、今ちょっと温度が作れてない。ちょっと皆さん、こんばんは。じゃあ携帯というと、誰かの読みかけの小説の中で生きてるみたいさ、夕日に見とれる星になりました。そりゃ猫にも相手にされねえな。ああ歌でも弾けたら、携帯に似ている僕らの恋はあと何パーセントこんがらがってしまって、ほどいてる間に冷めてゆくのか、終わってゆくのか、電源は落ちて画面は真っ暗になって、携帯に似ている僕らの恋はあと何パーセント、こんがらがってしまって、ほどいてる間に冷めてゆくのか、終わってゆくのか。
けなくても歌は作れなくても誰かのラブソングを君に届けるつもりはない。ありがとうございます。皆さん、なんか手拍子ありがとうございます。多分もう31日に手拍子して1日に持ち越したら大変なんで大丈夫ですかね。ちょっと静かな、そうか、手拍子俺がさせてしまってる可能性があるんで。そうだよ、そうだよ。お、誰だおい。もうみんながしっとり聴けるやつにします。今年クジラという歌を作りまして、その歌をなんだろう、皆さんね、本当飲みながら食べながら、今日は本当ライブではありますけども、そんなね、自由に楽しんでいただいても、31日もそれほらクジラ。夜の長さを測る点滅する星を物差しにする、指で作った望遠鏡を覗き込むように、行き継ぎ溺れる君の海輝きそうだよ、天を結ぶ水しぶき虹色を染める月叩きそうだね、ありがとうございます。こんばんは、何度もすみません、ブレイカーズ TV と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。そのいじり、中学校の時に英語の先生に全体でやられたから恥ずかしくてですね、英語の学校一緒じゃないと分かんないと思うんですけど、僕の中学校の時の英語の先生の名前って何でしたっけ。その英語の先生にですね、クリスじゃないです、ちょっと近い。改めましてブレイカーズです、よろしくお願いします。皆さん、どんな1年でございますでございますでしょうか。前役だからな。どうでした。前役、前役ですか。やっぱ役年ってあるんですかね。前役？はい、前役。前役？前役だよ。そうか、でも前役もなんか
ツッコミするとなんかいろいろ年齢とか分かっちゃうからよくないですよね。そうだね。あ、そう、そっとしておきます。でも今日はこんな31日でございますから、しっとり系で攻めていきたいと思います。白線をまたげばというと、いやでもね、こんな日にあれじゃないですか、俺思ったんですけど、オリジナル歌っても今何分ぐらいですか。あと半分はなんかリクエストいただいてカバーやります。譜面台借りてもいいですか、伊藤さん。譜面台借ります。こんな1年間お世話になってるんで、皆さんに楽しんでいただくのに重きを置いてやってもいいんじゃないかということで、カバーをリクエスト、もしあったら、でもリクエストありますかって聞いて、リクエストってなんかこう今までの人生の中でたくさん聞いた中の、え、何ですか、誰かいました、なんかドライフラワー、ドライフラワー、え、誰が言ってくれたんですか今、ドライフラワー。何その分かりづらい声で言うんですか今。姿も見えないからちょっと分かんないけどね。ではドライフラワーを、これ皆さんも歌いたくなったらぜひ、いいですね、なんかね、ついついね。じゃあ、僕が作りましたドライフラワー。多分私じゃなくていいね、余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないよ。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色褪せる。ドライフラワーという歌でございました。昨日の夜作りました。いい歌。なんか他に皆さん口ずさみたい歌とか歌いたい歌とかなんかありますか、リクエスト。え、ずっとこっち側からしか聞こえないですけど、猫、猫にしましょう、猫にね。いやいや、自分でやるんで、絶対ないでしょ、絶対ないでしょ。え、見るわ。猫さんってティッシュさんですよね。これも歌いたかったらぜひ、猫も。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ、だからこの僕も一緒に
飲み込んでしまえよ夕焼け。だけどもそうはいかないよな、明日ってうざいほど来るよな、眠たい夜になんだか笑っちゃう。家まで帰ろう、一人で帰ろう、昨日のことなど幻だと思う。君の顔なんて忘れてやるさ、バカバカしいだろう。そうだろう、君がいなくなった日々も、このどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかふらっと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。猫犬の願いしだ。はい。ないよ。あと2曲歌ってお願いします。津波。え？津波歌ってほしいって。なんです？あまり話しかけされ…え、なんです？津波？じゃあ雑草って歌を聴いてください。戻れない今の中洲を明日へと手を伸ばす僕だ。夢の元へ駆け出してく明日にいる僕へ。笑われてもバカにされても、おーいっそ踏まれろ、踏まれても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 大丈夫さ。生まれても大丈夫さ。へこたれてなんていられないだろう。戻れない今の中明日を掴めない夢だと誰が決めた。夢のもとへ駆け出してく明日にいる君へ。笑われてもバカにされても、おーいっそ踏まれろ、踏まれても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 大丈夫さ。
ないだろう。ありがとうございます。ダストンピューターでございました。最後の曲を歌って終わりにしたいと思います。いや俺もうさすがにですよ皆さん、私8年ぐらいのキャリアですから、 A が本当に A なのか嘘の A なのか分かってるんですからね。僕は来年からはちゃんと皆さんの気持ちが分かるシンガーソングライターとしてね、無理なく皆さんの踏み込みすぎずあれですよ。なのでその A は受け付けません。最後の曲もっとやれ。怖えよ飲みだ、やっぱ飲み屋って怖えよ。やめようも来年から。怖いけど、え怖い。ということで本当に皆さん今年はありがとうございました。大変お世話になりました、来年もね、で今日はあの1時からあの藤亮太っていうねパイセンが出るんですけど、あ12時もう12時に俺帰りたいと思ってるんで、あのみんなで12時に帰る人、イエーイ、みんなで帰らない。亮太さん真っ暗になるんでここだけ一人だけ歌ってください。一人でそれであの配信するから俺配信は見ますよ。じゃあ一生懸命ちょっと入ってくるならもうちょっとちゃんと分かりやすく最後の歌をやります。皆さん本当にありがとうございました。お世話になりました。また来年、あ今日は歌わせていただき、ありがとうございました。伊藤さんありがとうございます。最後のやつを、最近あのハッピーな歌を作りまして、私ですね音楽はハッピーな方がいいんじゃないかと最近思っております。ちょっと前まではこうなんかこうなんかねそれっぽいことを言ってた方がかっこいいんじゃないかなと思ったんですけど、もう最近はねあの優しさ1番、謙虚1番、謙虚2番そんな感じなんで、そんな歌を作って、タイトルまだついてないんですが、最後に歌って終わりにしたいと思います。えブルービーで、はいすいませんなんか怖くないの先輩、え俺なんかまずい、間違ってんのかな俺、ちょっと大丈夫、ちょっと怖いな。最後の歌を、それはあのあと2組いらっしゃいますので最後まで楽しんでてください。お邪魔しました。一気間違えた、つけてもらった悲しい涙の海に、おとぎ話からこぼれたほうき星へ、君のイメージで書き直した朝に、口で待ってる君だけに教えた秘密の番号と
るたびに倒しが散らかったこの宇宙の向こう側へ、oh, 届けたい声は君に伝えたい最高積み重ねても私がですね、昔若い頃に、もうパリジェンヌと付き合いたくてですね、フランスにクロールで渡った、で無事たどり着きましてですね、不法入国ではありましたが、滞在1ヶ月しましてですね、でシャンゼリゼ通りというのがありまして、なんだなんだ喋ってるのにヤジが飛んでくる。でそこで作った歌があります。で皆さんですね、サビがとても歌いやすいです。初めて聞くとは思うんですけど、オーシャンゼリゼって歌うとすごい自然にサビが合います。でも皆さん初めて聞くと思うんです。聞いたことないですよね。聞いたことない。優しいね本当に。もうじゃあオーシャンゼリゼ。街を歩く心誰かに会えるこの場所で、可愛い君に声をかけて、こんにちは僕と行きましょう、せーの。いつも何か素敵なことが あなたを待つよ、シャンゼリゼ。みんなが集まるこの場所へ、ギターを弾いて朝まで歌う、楽しく騒いで恋をする、せーの。いつも何か素敵なことが あなたを待つよ、シャンゼリゼ。
顔までは知らない。どうしようから二人は道を行けば世界は揺れる。愛する君と僕のため、せーの、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ。いつも何か素敵なことがあなたを待つよ。次は女子だけ、オーシャンゼリゼ、ヘイヘイヘイ、オーシャンゼリゼ。素敵な声、いつも何か素敵なことがあなたを待つよ。お次は男子だけ、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ。いつも何か素敵なことがあなたを待つよ。お次は伊藤さんだけ、あなたを待つよ。最後はみんなで、オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ。ありがとうございました。いつも何か素敵なことがあなたを待つよ。いや、今日なんかやりたい放題でも許してるんで、ありがとうございます。オーシャンゼリゼ、ありがとう。良いお年を。まだ終わんないよ、お前。もう一回。あんこ、あれ。あのね、お前がブルーベリー歌うまで終わんないんだよね。あの先輩怖くないですか、ちょっと。怖い。先輩で怖い。でも本気なのか。じゃあ終わります。ありがとうございました。私がフランスに行っていた頃の歌をもう一回。あ、違う。ありがとうございました。